かわいいね、チュリーね、プリプリ。周りがこんがりいい色に上がれば完成です。チュリーサクセスです。あれだね、まだ2本目なのにちょっと酔ってる。なんですけども、酔っ払うと楽しいじゃないですか。これをちょっと加速させていきたいと。なんで僕からですね、小粋な野菜のつまみを作っていきたいと思います。ので、のです。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきます。材料はね、トップバリューの里芋ね、 280g のやつね。僕行くスーパーもこれ冷凍里芋これしか売ってないんで。あとね、このニンニクね、もうだけ。冷凍里芋で作る里芋の皮ライブ、これめちゃくちゃうまいんで、これの作り方をやってきて。里芋の唐揚げを作るわけなんですけど、目的は里芋はつまみだということで、つまみの口にしていきます。くわー。そしてですね、今回はですね、助っ人に来ていただきました、この方です。お酒のお姉さん、小雪です。里芋の唐揚げ作るのは小雪です。なんでかっていうと、包丁使わんのよ。へー、すごいね。今日は小雪に作っていただいて、私が飲んでいく感じにして、はい、いただきます。まずね、このスコーンの芋です。はい、うん、かわいいね。うん、で、これをラップしてもらっていいですか。ピタッとラップ、どっちでもいいっていう感じですね。じゃあ6分チンしましょう。600ワット6分チンで解凍します。見てください、これ大きめのボウルで、なんか、はい、あの重ならないようにするのがポイントだね。なるほどね。重なるとほら、解凍しない赤ちゃんが出てくるからね。そうそう。じゃあ全部ね、はい、こう広げて。はいはい。熱いよ、熱いよ。大丈夫、料理研究家、熱さ感じてるんだ。そうですね。はい。で、おこんな感じで、いい匂い。このね、砂糖で、冷凍里芋っていうのは水分すごい出るんですよ。うん、ほんと。はい、でこの水分は一回ね、捨てます。はい、はい、これからタレにつけていくんでね。はい、はい、で、こんな感じに、かわいいね、チュリーね、プリプリだね。つけだれです。醤油ですね、あの大さじ2杯ですよ。うんうん、はい、この量に対して大さじ2、大さじ2つけましょう。はい、で、うん、みりん、こうやってね、甘みつけていく。小さじ、小さじ2。で、お酒ですね。お酒がね、はい、小さじ1杯。これね、少しだけ香りつける。はい。で、味の素。1、2、3、4、5、6振り。里芋っていうのは、旨味を持ってないんで、味の素振った方がうまいです。はい。で、おろしにんにくです。で、ここで、にんにくを、おろします。おろします。半分ぐらいでいい。じゃあちっちゃいのだったら1個でいいって感じだね。ちっちゃいのだったら1個、これぐらい。はい、あと黒胡椒ですね。ピピ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 。このニンニクをね、全体に回したいんで、こうなんかこういうゴンベラでね、こうヘラヘラしてください。はい、そしたらね、これね、あの里芋自体あったかいんで、結構これがね、里芋が冷める間にこう、この醤油のね、タレの味がギュッとここに染みていくんですけど、染みるまでにね、大体15分から20分ぐらい染みさせた方がいいんですよ。はい、途中でちょっとこう、かんましながらね。うんうん、なんで、その間に別の動画を撮る。効率的だね。で、これはこれでラップしつつ、ちょっと回しつつ、はい、20分ぐらい置きます。じゃあね、30分ぐらい漬けたんで、もうごってりと味がついてます。はい、はい、はい。で、これはね、あの、まずね、ここは油入れるんですよ。これ、まあ、これでも全然食えるし、美味しいんだけど、これをね、まあ、油はね、あの、1センチぐらい、そこから1センチぐらいでいいから。で、なんか袋でガチャガチャするやり方とかもあるんだけど、うん、俺はこうやってこう、もう全部ゴロッと、片栗粉つけちゃうのが好きかな。うん、いい感じだと思いますよ。よし、ほい、いい感じ、いい感じ。めっちゃいい色。で、中火でね、揚げていくんですけど、揚げ焼きみたいな感じだ。
これね、あの冷凍の里芋って何がいいかっていうと、中まで火通ってるんですよ。だからあの生焼けかなんとか確認する必要がないの。だから周りがこんがりいい色に揚がれば OK 完成です。はい、いいということで、本当でもお菓子っぽいね、なんか。そう、あのコロッとね、うん、で油を切って、添えて、盛り付けて完成。このわざらにね、コロッと。かわいい、かわいいね。いいと思います。前もかわいかったけど、うん、今もかわいい。かわいい。でレモンはちょっと添えた。でここでね、まあ、ちょっと塩コショウ、ドーピングをね、そう、ドーピングを施した方が、うん、まあこれはあの普通に副菜として出す方はいらんと思いますけど、はい、僕はちょっといるかなみたいな、うん、はい、かわいいですね、はい、里芋の唐揚げ完成でございます。はい、ということで出てきましたので食べていただきたい。いただきます。いただきます。多分ビールだね。そうだなと思って飲みましたはい、俺もそう思いました。エセヒースープドライ、銀色のやつ。これ金麦のやつ。あ、いいね。金と銀です。じゃあいただきます。揚げたてですが、なんかさ、秋冬を感じるね。もう夏終わったんだなって、でも夏が終わるのも悪くないよって言ってくれてる。夏が過ぎたさだね、うん、そんなのも切なくないよ、僕たちがいるよってくれてる。はい、どんなもんですか。おいしい、うまい。これね、でもね、レモンですね、ほんとうめえな、これ。うわめちゃくちゃ美味しい。あえて冷凍里芋を使ったんだけど、うん、最初にあの加熱してあるから揚げてあっても中の芯までホクッとするんだよね。めちゃくちゃしっとりしてる。で味も30分でこんだけ入るんだな。本当は唐揚げが食べたいけど里芋の唐揚げじゃないのよ、うん、これが食べたい。考えてみると、こういう気が来る日は大体唐揚げ作ってんのよこれ3軒目ですけど、次4軒目になりますからね。次4軒目も頑張ります、はい、じゃあちょっと里芋の唐揚げで飲んでいきます。はい、最高でした。サビケちょっと待って、もう一回やっていい？しっかりやれちょっと噛んじゃったけどね。ちょっと何やろう、何酒飲みながら料理するの、ひよってるやついる？いねえよなってやろうと思ったらサペってちょっと今日噛みますね。そう、サペはもう無理かなと思ってやめちゃった。 OK。